どうもこんさこーさこりっちです。今回はですね、静岡市なんですけども、まあ静岡市っていうか、まあ山っていうかね、リゾートって感じの場所でございまして、まあ今回ちょこちょこさこりっちあげておりますが、サウナに入った後のサ飯というのをね、今回はご紹介したいと思いまして、まあ、静岡市も結構いろいろとね、そういう場所行きましたけども、ここはいつか行きたいなぁとずっと思ってた場所でございましてね、まあ、とにかく楽しそうな場所っていう、楽しそうな雰囲気というね。でしかもサウナももう2つぐらいあって、まあ、気合が入ってる場所なんですよね。これはもうね、絶対行きたかったんですよ。でまあやっと来れたということでね、今日はそちらをねご紹介したいと思います。山さあ今ね、こういう場所にいまして、まあ駐車場ですよね。駐車場に今いるんですけども、こんなでっかい駐車場があって、ここ見てください。はい、もう見えますね、リバティリゾートと書いてありますが、そうなんです。今ね、久能山リバティリゾートという場所に来ておりましてね、こういうでっかい駐車場がある場所なんですが、まあここがまあ温泉施設、宿泊施設でもありまして、まあもちろんこういう場所のサ飯美味しいだろうということなんですよ。まずちょっと見てほしいんですがね、まあ、こういうね駐車場を歩いていくとですね、入り口が見えてくるんですが、もうこの雰囲気いいよね。もう日光江戸村に来たんじゃないかっていう感じのね、いいですよね。映画村に来たんじゃないかみたいなね。湯屋って書いてあるよ。久能山湯屋って書いてある。もう湯屋湯屋って感じ。ほらもう雰囲気いいね。もういい雰囲気が出てきたよ。さあ今日はこういうところに行こうと思いまして、あ、いい場所ですね。ここね、リバティリゾート久能山と書いてあって、まあ、この奥に温泉施設あるんですが、ここね、いろんなイベントスペースだったりとか、ご飯食べる場所だったりとか、こういう感じでね、駄菓子屋っていうお店があったりとかね、模型店もあるんだね。プラモデルのお店があったりもするんだね。こういう場所があったりとかして、ひときわ雰囲気のいい赤い橋を渡った先に温泉施設があるんですね。景色いいよ。駿河湾が見えてるよ。ここめちゃくちゃいいね。あ、強制的な小滝が、あれは小滝って呼んでもいいのかな。頭を打ちつけてもいいかもね、あそこにね。行ければの話ですが、まあ、こういう場所、素敵な場所の奥にリバティリゾートというね、温泉施設があるわけですよ。こういう場所ですよ。なんかワクワクするよね。サ飯も美味しいし、さぞかし温泉施設もいいんでしょう。行きましょい。ということで、リバティリゾートの中はこういう感じでございましてね、とても素敵なお玄関からこういう感じでね、入り口が広がり、お土産コーナーが出てくるよということで、まあこうやってやっぱり静岡ならではのね、お土産とかこういうのはね、大事ですよね。リゾートって言ってるだけあるよなって感じの場所ですよね。パンも売ってるんだね。これいいね。こういう場所でパン売ってるってあんまりないよね。すごい。いいですね。なんか気になるのがいっぱいある。富士山キクラゲだって。へえ、こんなのあるんだ。わらび餅とかね。はい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 。いろいろありますな。で、やっぱりカツオとか梅とか、なんかそそられるのがなんかいろいろと出てくる。で、化粧品、これも大事だね。うん、とても大事だよっていうこと。まあこういう感じでお土産コーナー広がってて、これ見て。ここがまずすごいのよ。ビャーンとね、階段があって、その階段の下にこうやってフードコートが広がるんですよ。フードコートと、まあちょっと遊ぶスペースですかね、キッズスペース。これがすごくない？なんか某有名な温泉施設みたいな感じですよね、雰囲気的にはね。で、私は一旦は整ってかないといけないんですけど、そこにフードコートがあって大量のご飯があるのでね、後でそれは食しますよ、もちろんね。こういう感じですね、雰囲気ね。いいですね。あ、卓球場とかもあるよ。さすが宿泊施設だね。なんかいいね。なんか楽しいね。2階リラクゼーションルーム、漫画コーナーもやっぱあるんだね、ちゃんとね。で、エステボディケアのところもあるよっていうことで、意外とこういうスペースいいよね。マッサージ機、足だけのマッサージ機とかあったりとかね。リラクゼーションルームが出てくるんだね。仮眠室もあるんだね、ちゃんとね。いいね。いいですね。リラクゼーションルーム行ってみましょうよ。エステの場所ね、こうやって行くと休憩どころが出てくるわけですよ。いいですね。めちゃくちゃいい広々とした空間じゃないか。ハンモックがあったり、こうやってちょっと座って読むような場所があったり、リクライニングシートがあったりとかね、いいですね。そして奥にはヨギボーみたいなのもあったりしますよ。いいね、こういう景色見ながらっていうのも。ちょっと本当にリラックスルームなんでね、声はあんまり出せないですが、めちゃくちゃいいじゃないか。すんごいこんな広々とした場所があるよということですね。さあ、ということで素敵な場所があるよと分かったところで、まずは整わないといけないよねってことなんで、私一旦整いましょいをしてきましょい。整った後はメニューを見ないと。まずお子様セットからね、一押しのメニューということで、金目鯛姿煮、これちょっと静岡ならではだね。まあ伊豆寄りだけどね、家康も愛した味噌カツ丼、名古屋寄りなものもあるんだね。ネギマヨチャーシュー丼、悪魔的、何悪魔的って、癖になる麻婆豆腐、これ気になるな。なんだろうこれ。○○○によく合う餃子っていうことで、これじゃあビールかな、お酒かな、なんだろう。なんかいろいろあるね。魚介ミックスフライ定食やジャンボエビフライ定食、カキフライ定食、アジフライ定食は、とんかつ定食とかもあるね。結構充実しているよ。ヤンニャムチキン定食もあるけども、でここに来てこのプレミアムカレーというのも気になるし、うわどうしよう、結構あるぞ。うわどうしようかこれ、あやばい、あどうしよう、鉄火丼的なね、こんな的なものも、丼物もあるしね、あすごい、サラダもあるし、一品物も結構充実しているよ。こういうとこのもつ煮も気になるよね。こんだけあるってことはこだわってるよっていうことですからね。でそしてやっぱり宿泊する方とかも含め、ドリンクは気になるよね。あー充実しているね、もう間違いないよね。ハイボールなんてだって御殿場さんの陸だよ。ノンアルコールサングローリアもあるということです。ノンアルコールのね。そしてアルコールプラスおつまみセットもどうでしょうということですね。うわーこれどうするって感じ。いただきます。ということで、オロポがねちょっとここなかったんで、今回ちょっとコーラリングでいきましょう。コーラリングで、あーいいね、コーラです。あどうもこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。もうなんかレギュラーメンバーみたいな感じになってますけどすみませんお邪魔してますね、はい、サウナと言ったらもう来ないといけないってことになっちゃいますからさあ来ました。結構早めに出してくれた。こちらプレミアムカレー、プレミアムカレー、うま辛ラーメン。これがどんな感じかということですが、真ん中にもうコチュジャンかな、これはドバッと置いてありますが、わキムチっぽいな、なんかわどんな感じなんだろう。うまそう、古いっぽい感じで言うとうませう。いいですね、なんか。ペペペと食べられそう。やっぱりこの人、フライドポテトをね、頼んじゃうんですよね、この人。話し合ってもなかったのに、フライドポテトだけすぐ追加してましたね。そしてタコの唐揚げ。お酒飲む気さあ、これがもう一品頼みました。それが、お漬物、白ご飯。なんだろう、これは。何かがあって、おみとティーとかあって、素敵。いや、これはちょっと、ずらららららっと、シャナナナナナと並べてあります。食べましょい。お腹に、胃袋にね、しっかりとこの野菜の絨毯を引いてね。うん。まずはラーメン行こう。うま辛ラーメン。結構辛いのかな？うん。あ、もちろんピリ辛なんですけど、昔ながらの醤油っぽいラーメンに、ほんとコチュジャンが入ってる感じ。コクがに変わってる。うまっ。うま辛。うん。うん。あー、美味しい。なんでサウナ入った後って辛いのが食べたくなるんだろうな。辛いの得意じゃないのに食べたくなるんですね。そう、不思議だわ。なんでなんだろう。なんでサ飯って辛いのばっかりなんだろう。辛いの多いですね。うん。いやでもちょっとここのお風呂が良すぎだね。めちゃくちゃ良くなかった。うん、広いよね。広いし、いろんな種類のお風呂あって、で露天風呂スペースがまずめちゃくちゃ広い。4つぐらいあったかな。何が？露天風呂が分けられてね。はい、で、あとなんか一寸法師専用風呂みたいなのもなかった。樽壺風呂みたいな、はいはい、亀風呂みたいな、あれが4つぐらいあって。え、そんなあったんですか？あ、女子風呂と違うんだそこは。女子風呂は。岩盤浴が、で男の人は、うん、サウナのオートロウリュウが、そうそう、あったあった。オートロウリュウと普通のサウナがある、うん、だから2つある。あ、そうなんですか。うん、サウナが2つある。なんか濁り湯みたいなありました？あ、濁り湯あった。露店に。そうそうそう。カレーめっちゃ美味しいですよ。嘘。うん、プレミアムカレー。飲むように食べれる。最強のやつだ。うん、めちゃくちゃ美味しい。俺、温泉施設で食べるご飯が一番美味しいって感じるかも。風呂出てから食べるのがいいですね。そうか、一番いいかも。でさ、結構何食っても美味しいって思っちゃうから、正直。うん、サウナ入ってるし。だから手抜けばいいのに、手抜かないしね、全部施設。うん、だって手抜いても美味しいと思えるのにさ。うん、味が濃いめに作ってあるのも好きかも。 YouTube 見ましたって言ってくれる人が結構増えてね。道端で、うん、この前稲葉と歩いてても声かけられたよね。三島へのとこですね。そう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 。あれ嬉しいわ。うまっ。ステーキ美味しいです。うまい。柔らかそう。うん、お塩とね、ソースを用意してくれてるのがいい。この YouTube でやってみたい企画とかあったりする？前坂さんの YouTube で？うん。これ何回も多分言ってると思うけどさ、はい、結局グルメを紹介する YouTube だから登録してくれてる人たちが今こうやっているわけなのか。うん、ってなった時に、その人たちがグルメ以外のものをあげて、見たいと思うのかっていう話になってくるね。でもだからグルメに関係した何かの企画は絶対俺ありだと思うんだ。皆さんに聞いてみます？じゃあコメントとかで。ああ、なるほどね。うん、確かにそれもありだね。うん、私に聞いたら、私どんなことやりたいかって言ったら、もう1個しかないのは知ってるじゃないですか。え、もうそれしかないじゃないですか、私と言ったら。ああ、キャンプ。あ、キャンプはやりたいよね。で、キャンプ飯はありじゃん。そうですね。うん、で、稲葉が作るんでしょ、キャンプ飯。私だけが。だけがって何？できない人でできる人なんだから。あ、そういう、あ、そういうこと言っちゃうと、そう。できない人でできる人。教えてもらいながらやるのは全然あるよ。俺が手出すことによってまずくなるのが嫌なのよ。グルメ好きだからこそ。焚き火とか。うん。そういうのちょっと火を起こしてもらったりとか、そういうのをやってもらって、でその間に事前に調理の準備とかすれば分担できるじゃないですか。あれ？やんないな。やんないぞこれ。え、この前武田さんに、武田バーベキューさんに火起こしのマッチみたいなやつ、そう、もらったじゃないですか。あれめちゃくちゃ便利で、でしかもなんだったらマッチももらってたし、入れ物ももらってたじゃないですか。あれめちゃくちゃ便利なんですよ。使いたいですよね。使いたいですよね。試してみたいですよね。ちょっとまあ全然マジでやるよ、本当リアルに。でその他はやってくれるわけでしょ。あ、火起こすだけ。え、言ってたよ今。テントとか立てない。お昼前ぐらいに行って、30分から1時間ぐらい立て終わって、でじゃあ昼ご飯作りましょうっていう流れになるので。どうしようかな。ピザ。ピザいいですね。え、ピザいいの？いける？やれる？ピザやれると思います。そう、噛まないじゃん。直火で。直火で？そのサンマみたいな感じでやれんの？ピザをやりましょう。やりましょう。ピザ好きですね。俺ピザ屋だから元7年やってたから。あ、でピザは作れるよ。あ、作れるんですね、うん、生地から全部。いや、もちろん作ろうと思ったら作れるけど。あ、じゃあピザ担当で盛り付けはするよ、余裕で。俺も一発でチーズの。それは植竹さんもできるから。バカ、分かってないわこいつ。なんか前迫さんは分かってない。そのチーズの塊がその分厚すぎたりとかしたら味の差があるし、ちょうどいい分量ってあるからなんなんこいつ会話できない。やばこまあじゃあ行くなら行こうよ。だから本当にやばい、もう30分も撮ってた。喋りすぎてごちそうさまでした。ふふ、美味しかったぜよ、気持ちよかったぜよということで、やっぱりこのサウナと温泉とご飯がセットっていうのはめちゃくちゃいいよね。もっと数増えてほしいよね、こういうお店というか施設がね。やっぱここのサウナはね結構良くて、まあその男性と女性でちょっと中身が違うみたいですけども、大満足なお風呂なんですよ。露天も広いしね、でお風呂のその種類も結構あるしっていうね。でその後に種類の多いご飯、最強でしょということでございますよ。ということでよかったらね、久能山のリバティリゾート、皆さんね、来ていただけたらと思います。11時から23時までみたいですねこんだけ拝めばご利益あるでしょうね。そうですね。こんだけ拝めばもうそりゃお金舞い降りてくるでしょう。お金欲しいですか？まああって困らないしね、お金なんて。本当に欲しくないんですか？私はそんなにお金に執着がないんで、あれば欲しいけど。いや欲しいでしょ、だからそういう執着がないの、その執着とかじゃないじゃん。だってあって困らないんだから。でもそんななんかガツガツ欲しい。あ、海すごい。海すごいじゃないのよ。夕暮れがいいね。なんか千と千尋の景色っぽい。確かにね。振り向くなっていうとこね。そうです。うん。あれも赤い橋だし。振り向くな。俺振り向いてないから。一回も記憶がなくなるから。だるまさんが転んだ。なんやそれ。なんでだるまさんが転んだって。ここすごいよね。本当映画村みたい。今は閉まってるけど昼間空いてて、おでん屋さんとか。ね。でもこっち空いてるんじゃん。やってますね。うん。居酒屋さん。居酒屋って書いてある。でも居酒屋って書いてあるけど、居酒屋だけじゃないね。ラーメン屋さんもありますね。ね。いやこれさ。演出が素敵です。普通のホテル行くよりこういうとこの方がいい気がしてくるな。宿泊できますしね。できるできる。でまたラーメンがあるのもまた憎いよね、この締めとしてね。わあ、なんかある。東照宮って書いてある。あ、本当だ。じゃあ本当に日光東照宮みたいな、日光江戸村みたいなのをイメージしてんのかな。どうですか。温泉のところもいっぱい誰々の湯みたいな。家康の湯とかありましたね。ね、あったよね。いや、その端っこや歩くやつすごい私にも強要してくるけど。これドッグランですね。うん、あ、本当だ。そう、ドッグランもあるでしょ。で、ここはライブハウス。ライブハウスがあるんだよ。すごくない？すごいよね。で、こっちがミュージアム。なんでしょうか、これ。糸魚川テクトニックラインミュージアム。まあ、何かの博物館かな。ああ、徳川家康ミュージアムだって。すごい。あ、で、これだ。電車のミュージアムみたいなことか。ほら。すごいですね。そう、すごいよね。でカフェがあるでしょ。体育館みたいなとこもどっかあった気がするんだよな。で映画館もあるんだよ。シアターリバティか。シアターリバティ映画館だよ。すごい。すごいよね。でライトアップ、あ、すごいイルミネーション。本当に田舎みたいだね。いや本当にその時代のあれみたい。江戸村みたいな、何でしたっけ、忍者村みたいな。うん、忍者村とか日光江戸村みたいなね。映画村とかね。映画村、そうですね、映画村。ここ何？まあだから憩いの場みたいな感じ。なんかテラスあるよ。本当だ。何ここ？どこまでも続くんだけど。ここさっきの映画館でした。うん、だろうね。あ、めちゃくちゃ素敵なとこですよね。めっちゃすごいじゃんここ。普段使われてないのかな。すごい中途半端な場所に椅子がある。こは普段使われてないのかな。まあでもこう海がね、めっちゃいい場所じゃんここ。うわー、海だね。なんか清水のこの海岸線沿いに来るといつも思うのが、波こんな激しいっていつも思うんだけど、ここいつも激しくない？そうですね。もしかして足湯じゃないですか？あ、元足湯だったんかな。なるほどね、ありえる。3D 映画をやってんだ。7月20日から。なんかその街中で流れてる映画っていうよりは、どこだったっけ体育館みたいなとこあったんだけどな。ゴーカートとかもできるんですよね。あ、ここそうなんだ。セグウェイとか。わ、すごい。未来事業撮影スタジオ黒巻。黒巻。え、CG 合成できるスタジオを貸してくれるんだ。こんなんだ。あれ？あ、プロジェクションマッピングがあるんだって。本当ですね。楽器店も入ってるわこんなの。え、何？すごいな。あ、でライブハウスがあるからか。ほらスタジオこういうとこがあんのよ。